さあ始まりました。よっよっよっしゃー。じゃあ早速タイトルの方いきましょう。はい、せーの、アピツのひな壇宮殿。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よ、始まりましたね。はい、始まりましたね。じゃあ早速ちょっと僕緊張してるんですけど、初の MC ということで、じゃあ自己紹介をさせていただきます。最近健康診断に行って165センチと思ってたのが164センチでした。二の前浅井です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、そしてお隣にいます秀吉。はい、身長165センチ、体重57キロ、秀吉です。よろしくお願いします。負けてるやん。そしてそのお隣の太陽。おは太陽、みんなのアイドル太陽だよよ。やっぱ拾ってくれないんですね。そして今回僕らはやっぱりそれ今回初出演のどうぞ。あ、どうも、ヒューガって言うんですけど、おなじみのヒューガです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初登場、初登場、ニコ生スタジオから、放送しております。どんどんコメント、バンバンください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速ですが乾杯しましょう。はい、よろしくお願いします。乾杯を、ワインをお願いします。おはようございます。今回はね、はい、チリビーンズを使った、はい、料理を用意してました。なんと、なんと、はい、チリビーンズを使った料理ね、はい、いただいてね。はい、こちらドーン。はい、そしてワインはですね、スペインの赤ワイン品種はガルナッチャです。イエーイ、よいしょよいしょ。はい、スペインの辛口のワイン。します。これがかっこいい。さあ、ヒューガ君。はい、初登場ですよ。そうですね、初登場ということで、はい、はい、ちょっと緊張して、手汗の方がこれすごいことになってる。手汗事件っていうのがよくありますよね。そうですね、僕、普通に携帯使ってたんですけど、うん、携帯がなんとなんと水没しました。手汗で水没。本当に。いや、ほんまに、ほんまに見てもらって、ちょっと触ってもらっても分かると思う。あ、もうやめて、やだ誰も触らないから。光に当てたらキラキラしてるんですけど、すごいんですよ。いや、この間マジで、VIP ルームで話してて、真剣な話してたら、はい、手汗から、もうマジで、滴り落ちてた。手から滴り落ちるもの、すごい。すごかったですね。はい、はい、じゃあ、用意ができたみたいなんで。用意ができたみたい。乾杯、じゃあ乾杯コールを。さあ、発想じゃない、ヒューガ君。いやもうヒューガ振りすごいですね。いや、もうヒューガ振るってもう決めてたんで。はい、じゃあ、そう、これから、はい、ガンガン登っていくアピッツに、おお、乾杯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 。はい、うん、おいしい。一緒にマリアージュしてね。飲みやすい、食べてください。はい、僕たちの体はワインでできてますから、ね、誰がマリアージュしましょう。マリアージュ、はい、秀吉。秀吉さん、はい、いただきます。何でしたっけ、チキンとズッキーニのソテー。そう、はい、そうですね。ジャークチキン、ね、辛いのかな、多分ジャークチキン。どうでしょう、どうなんですかね。ちょっといただいてみます。見た目的にはそうでもなさそう、ね、合わせて食べるやつですね。飲みました。飲みますよ。どう、美味しい。どうですか、お味の方は。どのような感じでしょうか。あ、なるほどなるほどなるほど。やっぱり、うん、赤ワインってお肉と合うって言われてるじゃないですか、うん、でこれ両者ともお肉を使われていて、うん、ほう、うんうん、美味しい。もう最後の美味しいは絶対言おうと決めてたでしょ。美味しい。さあ、
もう夏も終わって終わりましたね、はい、そうですね、秋になります、もう終わりました、秋かな、もうそうですね、肌寒い感じなんです、はい、うん、秋ですね、秋といえばじゃあどうですか、なかなかね、太陽もね、夏が終わってね、終わりましてね、最近ちょっと申し訳ないなって気持ちもいっぱいですけど申し訳ないと思ってます、申し訳ないと思ってます、毎回謝ってますから、お店でもだけど、終わってないですよ、太陽の季節はまだ終わってないんですよ、秋も太陽はあるけれど、うん、秋といえば、なんかやっぱ温泉とか、あー、温泉とか、いいね、もみじとか、いいね、紅葉、そういうのいいんじゃないですか、うん、紅葉見に行こうよ、おっとよいしょ、ぐいぐいぐいもうみんなもう画面越しにむっちゃ笑ってると思う、太陽の秋って今すごいと思う、いや本当に申し訳ない、太陽がすごいね、太陽虫がすごい、太陽は別に秋ではないんですけどね、僕自身は秋ではないですよはい、どうですかね、あ、朝日さんの浮かべる秋って何ですか、俺の朝日さんが思い浮かべるの秋、俺、はい、秋なんやろうな、いやでも秋は好きやから俺は、お、うん、夏が大嫌いやから、あ、暑いから、もう汗が俺も汗すごいかくから、うん、はい、もうちょっと歩いただけで汗かいて、うん、もういつもヘアメイクの人にはすごい困らせてる、うん、絶対触りたくないやろうな俺の汗って思いながら、あ、これありますね、わかるでしょ、わかります、わかります、うん、ヘアメイク入るときにやっぱ汗かいてるから、ちょっと申し訳ないなって思いながら、申し訳ないんですよ、そうですね、申し訳ない、僕も大概ヘアメイクに行くときはあのヒューガタイムっていうのが用意してあって、10分前と10分前ぐらいに行かなきゃいけないんですよ、汗を乾かす時間みたいな、ほうほう、はいはい、もう金は秋といえばいっぱい出してくれてるんですね秋といえばを、やばこれ男優さんいや、え、誰か似てる人おんのかな、よく言われるんです、浅黒いんで、こう、あー、いそうっていうこういうダイブなんですか、はい、いや、でも、完全ウィッシュ、いや、ウィッシュじゃないです、それいいね、いいねどうですかね、確かにどうですかね、うん、ね、あれ、秀吉さんの思い浮かべる秋は秀吉さんの思い浮かべる秋ってどうなの、いやでも秋といえばもう夏の暑い時期も終わって、うん、涼しくなってくるじゃないですか、うんうん、だからおしゃれを楽しむ、おしゃれ好きやもん、おしゃれを楽しむ、おしゃれ大好き、はい、秋にしようかなと、じゃあもう買い物とか、買い物をそうですね、もう、うん、なんでなんで皆さんあったんですか、買い物買い物、そうですね、新宿のルミネとかよく行ったりしますね、ルミネ、はい、朝日さんとか買い物とか行かれる、俺ね、うん、あんま決まってないけど、まあ、通販でも買うし、うん、原宿とかたまに行ったりするぐらいだ、最近でも行けてないやん、行きましょう行こう一緒に行こう、うん、ね、一緒に行きましょう、はい、もうおしゃれをアピッツはアバンギャルドということでね、あ、そうですね、そうですね、みんなおしゃれでいないと、はい、なるほど、いけないわけなので、そういうことですね、はい、はい、おしゃれか、難しいな、常に意識してますね、うん、そうですね、アバンギャルドは、どこのお店が好き、うん、ユニクロ、あ、でも全然でもいいですね、着る人によりますよね、やっぱり、はい、着る人による、どんな服も、うん、秀夫さんが着ればそれはもうおしゃれになりますからね、うんうん、なんでそんなに僕が喋れて笑われるんですか俺別に結構普通のことしか今話してないと思うんですよびっくりした俺信長を見るし、すごいいいですね、信長を裏切った時の感想、そうですね、信長を裏切ったのって秀吉でしたっけ、信長を裏切ったのは光秀ですね、はい、ちょっとだから間違ってるでもそれでも振られてるから言った感じじゃないですか、なるほど、うん、もうそれはあれですよ、やってやったぞね、いや裏切り
やっぱ裏切っちゃいましたからね。うん、そういう意味では本当に何でもフォローしてくれてる。いやだって誰もフォローやっぱりフォローって大事だから、ね、もうチームワーク大事ですもんね、うん、アビッツ、うんうん、アビッツはやっぱりチームワークで成り立ってるから。マリアージュって僕だけで良かったんですか。食べようよ、全然食べて、食べましょう、食べましょう、はいはい、あの、滑らないように手でが、あー、まあ、手の方が滑らないようにですね。安心しました。あ、違う、そっちじゃないです。安心しました。手が食べれますね、食べれますね、全然マリアージュしてください。食べましょう、じゃあ。おー、僕一緒にいただきましょう、一緒にいただきましょう、いただきましょう、いただきましょう、いきますね、よいしょ、いただきます。ね、チキンとね、ジャックチキン、チキンと豆も一緒に、ジャックチキン、やっぱホストですか、やっぱね、豆、いただきます。うん、うまい、うん、お肉の味ともう本当に美味しいですね、うん、終わり。それにやっぱりマリアージュですからね、うん、あ、うん、あれですねまだ何も言ってないですよ、うん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 、あれね、やっぱチキンとこのワインが辛口だからあれですね、おしっかり拾ってくれますね、チキンを、美味しいです。チキンを拾ってくれる。拾ってくれますね、口の中でちゃんと。きちんとね。うん。美味しいです。そんなキャラやったっけ？ちょいちょい隣でダジャレを言ってくるんだけど、多分聞こえてない。はい。この4人は仲が悪いって。今日のメンバーは。そんな。本当ですか？多分緊張してる。食レポ。しっかりって言われた。じゃあ俺はね。俺はね、下手くそなんですよ、今日は、はい、ちょっとじゃあさ、はい、俺に対してのさ、なんかちょうだい、その、なんか仲悪いって言われちゃったからさ、あ、俺がなんかいつもこう、言ってるみたいでしょ、だってそうですね、そんなことないですね。俺の印象ちょっと欲しいの、朝日さん、いいイメージの、あ、いい、もういいイメージで、あー、そうですね、ないんかい、ないんや、朝日さん、俺びっくりしましたね。何が？初めて会った時が一番。何が？なんで？まず、日本人じゃない人がいるよっていうのを聞いてたんですよ。うん、それで、朝日さん出た時に、うん、あ、この人かなとは思ったけど、うん、まさか、まず関西弁だと思わないから。ベトナム人やのに関西弁。関西弁っていうなんか、ボケにボケ突っ込んできたなみたいな感じで。面白い人がいるなって思いました。この人おかしいな。いや、おかしいなじゃなくて、なんそんなことじゃないんですよ、じゃなくて、まあ、すごい人がいるなと思って、うん、でしかも面白いしで、優しいじゃないですか、おだからびっくりしたんですよ、いろいろかぶさってくるから、おそういう感じですね。なるほど。はい、でも喋れるわけではないんですよね。ベトナム語を喋れるわけではないんですよ。ベトナム語はね、あの聞くのはちょっとだけわかるから、喋れないね、基本的に。そうなん、うん、結構あれですよね、結構みんなのために飲んでくれる、うん、はい、あんまり強くないのに、それは多分ヒュー自分のことですよね。いやいやいやヒューヒューじゃないよ。朝日さんが、朝日さんがあの酔っ払って裸足で、あの裸足で一回歩いてるの見たんですよ。あの、うん、営業後ですかね、うん、営業後かなんかに、うん、酔っ払ってね、酔っ払って裸足で歩いてるのを見て覚醒してる時だ。あ、これはちょっと朝日さんより俺の方が飲まなきゃダメだなと。あ、そう思ってくれてるのは嬉しいですよね、やっぱり、はい、うん、いいですね、嬉しい、うん、嬉しいです。裸足って言うと、はい、じゃあ太陽もね、酔ってるのはちょいちょい見たことあるけど、秀吉があんま、あんまそんな、あら、いやもうあれ、あら、真ん中はよう言いますわ、やっぱり信長を、いやそう、あまり裏切っただけある、裏切るというところに対しては、いつ俺裏切られんのかなって思ってうわどうしようどうしよう、あんなにいやもうね、だってやっぱガンガン酔いつぶれて、仕事終わりとか酔いつぶれてますよ、はい、つぶれてますよ、あ、うん、そうですね、
そうなんや。詰めてますよ。見れてなかった。クールに。クールに詰めてますね。クールに詰めてます。クールに、あ、そっか。冷静に詰めてます。そっか。冷静ですね。隠れるんや。まだ見せたくないんだ。寄ってるとこ。見せないですね。なるほどね。ずっと丸めてます。かっこいいね、ちょっとそれね。俺が裸足で歩くとかそういう次元じゃないんですね。それちょっと恥ずかしいな。あ、みんなの好きなお酒は？あ、ちょっと言おうよ、じゃあ言いましょう。うん、うん、どんなお酒好きですか？カルーアミルク。そんなさ、カルーアミルクをすごいいい声で言うようじゃない。優しい。優しいですね。カルーアミルクが好き。優しい。え、ガチで？いや、もう甘いの好きです。あと泡盛、この前沖縄行って泡盛飲んだんですけど、うん、はい、それも美味しかったですね。焼酎も好きなんで。またジャンル違うね。じゃあそうですね、まあ何でも飲めます、ね。お酒は好き。お酒好きです。カルーアミルク全然もうなかなか飲まない。飲まへんやんな。飲まないですね、うん、今太陽は。僕ですか、うん、僕は基本的にやっぱ生ビールばっか飲んでますね。言ってるよ、ゆえって言ってる。ゆえってテキーラは僕大好きですから、テキーラだったら何杯でもいけますから、ね、そうですね。テキーラ何杯でもいけますから言ったな、お前。おっとおっとその後は知らないですよ。その後どうなろうと僕は知ったこっちゃないですけど。知ったこっちゃない。そこはもうもう有名な、やっぱもう偉大なる先輩方にフォローしていただかないと、やっぱり裸足じゃなくて裸で帰っちゃう。何杯ぐらいいけるテキーラ。いや、何杯。いや、でも数えたことないぐらい行ったことはありますね。10から20ぐらいは。途中で何杯飲んだかもう忘れるぐらいの。覚えてないんですよね。タワーしてくれるらしいですよ、テキーラ。タワーしていただけばもうね、ありがたいんですけど。ちょっと周りも飲むんだよって意外と分かる。僕だけじゃないんだよっていうね。みんな仕方はできへんからね、さすがに。そうですね。そうすると裸足になります。全員裸足になります。みんな裸足になるから。俺も裸足になりますね。いいですね。ヒューガ君はどうですか？ヒューガさんどうなんですか？僕もそうですね、まあ、イエガーって出てるんですけど、イエガーはちょっと美味しいな、漢方みたいな。あ、イエガーね。あ、俺もイエガー好きかもしれない。体にいいんですよね。うん、はい、うん、結構ポッポする感じで、はい、うん、イエガーいいですね。テキーラより俺もイエガーの買うかもしれない。スタートイエガー入れたい感じありますよね。うん、そう、あんま無理しないようにそこは。はい、あんま無理しない。ゆうかくんだけはあんまり無理しない。あんまり無理しないで。ね、頑張っちゃうから、ね、うん、頑張り屋さんだから。この中でどれが一番強いんやろうな、言うと。そういう、あー、どうなの、秀吉やん。秀吉さんじゃねえ。あー、何がですか？お酒が強い、うん、そうですね。僕ですか、うんうん、いや、多分太陽くんとか朝日さんとかの方がお強い。いや、俺もね、うん、年齢的にもだいぶ飲めなくなったから、うん、あ、そう考えると多分秀吉、太陽、うん、ほんまに言うてる。言う、なんでちょいちょい隣にいるから映るんですかね。荒井さんのような不散臭い。不散臭い。僕まで映っちゃうから。でも最近本当にせやねとか、うん、せやなって言うやんな。俺ちょっとちょいちょいスルーすんねんけど、頭の中では、はい、何使ってんねんって思ってて。一緒にラーメン食べに行ったりとか、夜ご飯一緒に食べに行く時もずーっと、なんでなん、関西弁行ってますよ。いや、もう、うん、僕の尊敬する先輩で朝日さんって方がいらっしゃるんですけど、その人がもう映りまして、横横横横横横横そうですね。あ、じゃあ一旦 CM 行きましょう。CM です。の前に一旦 CM でーす。いや、マジらしいよ。え、何なんすか。いや、まじまじ、え、仕事してるから。経験者大募集。こんな俺やけど、絶対絶対お前を幸せにするから。
運命の人と出会うならイオンインク。めっちゃイオンインク。イオンインク。はいはい、コメントでね、ヒューガー君が何歳かっていう、ああ、いやいやい、そうね、気になってる人がいらっしゃる。気になるでしょヒューガーさん。そうですね、そんな気になりますね。心持ちですか心持ち、はい、心持ち、あ、もうそれでいきます。心持ちの年齢言います、うん、言いましょうか。はい、はい、まあ、よく言われる、まあ、よく中二って言われるんで、うん、はい、30歳ですね。そうですヒューガ飲んで、飲んでヒューガ、あ、朝日さんのいいですか。あ、大丈夫です。ヒューガ飲んだ方がいい。この中でだから一番年上っていうね。ね、あ、そうですね、うん、うん、10年前にもう一緒に働いてるからね、ヒューガ君とは。そうですね、働いてますね。働いてましたね、はい、バンバンキャッチしてましたね、その時はね。そうですね、バンバンキャッチしてましたね、はい、バンバンキャッチでサボってましたよ、ね、はい、そんなような思い出があったんですね。バンバンサボる場所を教えてましたね。サボる場所を教えてくれてたな。懐かしい。朝日さんタバコ吸わないよ。そうそうそう。あれ、タバコは吸っちゃダメなんでしたっけ、本当は。本当はタバコ吸っちゃダメ。あ、ダメなんだ。ダメです。はい。昔厳しかった。厳しかったですね。へえ。そう。そうだったんですね。そのキャッチで、はい、あの女の子に声かけて、うん、お店にあの。ね、はいはいはい、来てもらう、はいはい、もらわないと自分もお店に入れないっていう、もうずっとだからそうじゃないとずっと外に、あ、ずっと外でキャッチみたいな。へえ、昔はそうだったんですね。そう、びしょびしょでしたよね、全身。いや、もう超つらかった。へえ、そうだから、なんかほんと汗だくになって戻ったりしてたんですよ。今も変わんないっす。今も変わんないっす。今も変わんない。いや、今も変わんない。変わんないっす。ちょっと熱くなっちゃった。はい、熱くなっちゃいましたね。熱くなっちゃいました。隣から熱気がやっぱすごい感じがね。そうですね、すごいですね。太陽さんの熱気、太陽さんのせいだよ。熱いな。うん、俺のせいだよ、これね、これね、フォローしようと思ったけど、フォローしようと思ったけど、また俺飲む流れですか。またグイグイの流れじゃないですか、これ。大丈夫ですよ、汗かくから、その。いやいや、そうです。ここから出るから、ここから出るから。汗かく、ここから出るから。行ってきましょう、行ってきましょう。女の子。太陽滑ってって。いやいや。いい滑り出しで。うん。あー、はい、おいしい。ヒューガ君がヒューガ君がホスト長いんじゃないのっていう。うわ、嬉しい。多分3ヶ月ぐらいです。あ、うちに入って、はい。じゃあこの中では、うちの中では、はい、一番短いですよね。ヒデウチがもう、うん、そうですね、朝日さんの次に今長いですよね、この中では、はい、この中ではっていう感じですよね。どれぐらいどれぐらいだっけ。もう、あ、僕はもう半年、半年経つんや。半年以上、7ヶ月目ぐらい。へぇ、じゃあ6ヶ月ぐらい、太陽。そうですね、今5ヶ月目、6ヶ月目ぐらいですね、うん、もうここみんな新人賞取ってるからね。あー、そうですね、そうですね。はい、いや、もう俺なんて新人賞なんて取れへんかったもん。いや、いや、朝日さんのおかげと言っても過言ではない。そういうこと。そうですね、そうです、はい。いや、僕のことあげる企画じゃないよ、今日は。朝日さんが裸足で歩いてくれるから。なるほど。新人賞って何。ただの難民じゃないですか、俺ですね。
先生絶対分かんない。難民難民なんですか。あ、僕難民ですよ。正式に言うと、インドシナ難民っていう部類の難民なんですけど、はい。これ真面目に話しまうと言うそうなんですよ。今だって難民なんて今あるじゃないですか、ヨーロッパで大変なことになってるでしょ、はい、ああ、なってます。なってますね。そうですね。よかった日本で、だから日本は優しい国やからね。そうですよ。僕が逃げてきたんじゃなくて、親が逃げてきたから、難民で。そう、だから日本に来てなかったら俺は生まれてなかったみたいな。そしたら僕らの出会いもなかった。いや、もうそういう浅田さん、お母さんに感謝ですね。いや、もう本当に感謝します。感謝、そうです大丈夫こんな話。僕はあれじゃないですかね、太陽は何難民って来たから、まあ、あれですけど、まあ、僕が言うとしたから惑星系の難民ですよね、言ったら。なんで僕が言うと、だからいつもあの拾ってくれないのかなって思う。浅いんじゃない多分。浅いんですかね、発言が。うん、浅いってどういうことですか。発言が浅いんですかね、うん、今日でも全然秀吉さん話さないですね。うん、カッコつけてるからね。あ、もうそういうキャラでいこうか。ああずるいずるい、ちょっと出た出た出た、それちょっとなんかずるいですか。俺もじゃあカッコつけよう。あ、じゃあ俺もカッコつけよう。やっぱね、カッコつけるのって簡単だから、ほんとどうやってるのかもしれない。あ、横顔キープって出てるから、やっぱ横顔キープしてる。あ、横顔キープだ。正面向いちゃいけない。なんで横顔がいいのかな。うん、いいんじゃないですかね。みんな横顔向くじゃん。もうどうすか、誰と誰が見つめ合います。じゃあ誰と誰が。いや、もう全員こっちですよ。なんですか。もうあれじゃない、もうすぐ、あ、1分前時間がもう1分前ですね。じゃあ告知。あ、告知ですね。そうですよ。わ、あ、あ、危ない。あ、別にちょっと告知の、はい、告知を。ニコ生見たて90分、あの、このニコ生見たで、うん、はい、本日、ご来店されたお客様に90分なんと1000円で。よいしょ、よいしょ、来ました、なんと1000円、びっくり90分。あの、ぜひ、うん、ご来店ください。はい、そして、はい、我らがピッツでは新しい従業員、よ、はい、一緒に働いてくださる、うん、従業員を募集しております。はい、はい、詳しくは下の、うん、求人の番号ないしは LINE でも見てくださいね。はい、ぜひぜひご覧ください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとまたこのメンバーで、あのね、固めてきて、あの、ね、話しましょう。はい、そうですね、はい、それではもう一回見たいです。じゃあね。そぐいてビクビクしてては掴めないような刀、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。